三社会家周辺の空中写真。1976年撮影。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。三社会家は長野県千野市と与平にあるため池である。面積は約0.1ヘクタール。水深は約7メートル。周辺は八ヶ岳中心高原国定公園に指定されており。 2010年3月25日には農林水産省のため池百選に選定された。池がある横谷渓谷は奥立市の温泉郷に代表される山西の霊光線の影響と1100メートルの高地に由来する例外に苦しんできた。1933年ため池として三社会池が完成した。流れ込む冷たい水を止め、 温めることによって農業用水として使用できるようになった。酸性が強いため魚などは生息できない。日本画家、東山魁夷の1972年の作品、緑響くのモチーフとして有名な池である。このため観光客に人気があり、外国人も多く訪れるようになった。地の市が転落防止用の柵付き歩道や駐車場を整備しているほか 市や地元の笹原観光町づくり協議会、推進事務局などがツアーを実施している。秋の三社会家、三社会家の名は、諏訪大社に伝わる神に捧げるための鹿をいるという、神事、三佐山かり神事にその名前の由来があると言われている。諏訪大名人が狩りをする場所として、神のと呼ばれ神聖な土地であった。カモやルリートトンボ、蝶々等が生息しており、水辺には気境。 ゆりが植栽されている。湖水は PH4 前後の強酸性であり、固定に酸性水を好む茶つぼみごけが繁茂し、湖面に木々がきれいに映る要因となっている。茶つぼみごけ三社会計長野県公式観光ウェブサイトさわやか、新州旅 .net。AB、おもてなし見せどころ、三社会計人が育む、神秘のため池。日経 MJ2018 年9月9日。 三社会計農林水産省ため池百選、緑響く1982年、立品高原、三社会家、長野県品の美術館、東山会議館、2011年6月30日閲覧、三社会計へのアクセスについて、千野市、ありがとうございます。